待ってたよ、キリタ君。なんだなんてひどい。キリト君に用事があって探してたのに。今日はキリト君と買い物に行こうって朝から決めてたからね。ご飯はご馳走してあげるから行こう、キリト君。転移結晶と大体このぐらいあれば十分かな。うんうん、せっかくのレアアイテムを諦めるなんてもったいなさすぎるよね。分かってるって。それじゃあ買い物はこのぐらいで。新作チェックをしたいから防具屋に行かない？機能的でおしゃれな防具を置いているおすすめのお店を教えてほしいんだけど。小物が充実しててお値段がそんなに高くないところがいいな。ねえねえキリト君、このスカートどうかな。ちょっと柄が派手すぎる？言うと思った。そういうことじゃなくてデザインとかそういうことを聞いてるの。それでもいいの。可愛いのに、もっと短いのだってたくさんあったよ。キリト君って SAO の中のことなら何でも知ってそうだったけど、おしゃれにはすごく疎いよね。防具見てても数値ばっかり気にして、色とかデザイン形なんてどうでもいい感じだったしね。もうそう言って黒い服ばっかり着てるんだから女の子にモテないよ。そうだな、
ワンポイントに何か取り入れるくらいしないと。手袋とか靴ひもとか髪留めとか全身コーディネートにはちょっとした工夫が必要なんだよ。もうこうなったら今から私が服の選び方教えてあげる。ちゃんとついてきてね、キリト君。回った。どうだった、キリト君。気に入ったデザインの服とかあった？もしかして私が無理やり連れ回したから疲れちゃった？ごめんね、つい楽しくて。お詫びに美味しいものをおごるから元気出してくれる？本当に？よかった。興味ないことに付き合わせたかなって心配しちゃ。収まったかな。はあ、びっくりした。あ、ごめんキリト君、ちょっと先に行ってて。強い風だったからリボンを直そうかなって。もう、なんでそういうこと言うかな。キリト君は無粋だよ。ありがとう。じゃあちょっと待ってて。すぐに直しちゃうね。どうしたの？そう？下ろすのもいいかな。髪型を好きに変えられるのはゲームのいいところだよね。手入れも楽だし。真面目に見られるとくすぐったいんだけど、ちょっと向こう向いてよキリト君。一瞬でいいから向こう向いてて。終わったよ、お待たせ。やっぱりこの髪型が落ち着くよね。っていうかキリト君は長い方が好きだったりするの？そっか。向こうに帰ったら髪伸ばそうかな。
そう？それじゃあ無理に伸ばしたりしないで、そのままでいようかな。もう、キリト君はいつもさらっとそういうこと言うんだから。こっちはそういうちょっとしたことで気持ちが振り回されちゃうのに。なんでもない。ねえ、お店まで競争しよう。負けた方がご飯おごりね。よーいどん。なのよ。ああ、ちょっと買い出しに行ってたのよ。それよりも今日はどうしたの？武器生成は終わったのに。なんだ、お仕事ね。なんでもないわよ。あ、そうだキリト、いいところに来たわ。ほら、これ秘伝の書の最後のテキストよ。秘伝の書をくれた NPC 鍛冶屋のところに行ったら、こないだの本の一部じゃないかって渡されたの。東大元暮らしよね。まだ見てないの。家に帰ってから読もうと思って。この紙切れと今まで手に入れた秘伝の書を合わせると一つのアイテムになるみたい。うん、ちょっと待って。じゃあ合わせてみるね。確か武器を使う相手とのって切れてたのよね。でその続きはと。ダメ、私が先よ。何武器を使う相手との絆、互いの思いの強さが切れ味となる。で、どういう思いっていうのは、何か有効値とかの隠しパラメーターがあってそれが影響してたってことなのかな。確かにあの時私はキリトのことだけを考えて武器を作ったけど、結果的にそれが正解だったのかも。私の思いがあの剣を強くしたってことだよね。あ、でもちょっと待って、互いの思いってことはキリトも私のことを思ってくれてたってこと。
少なくともチャンスはあるって思ってもいいのかな。行っちゃえ、リズ。目を閉じて。そしたら教えてあげる。ノーヒント。ノーヒントったら、ノーヒントなの。キリト、私決めた。クリアするまでは今のままでいい。でも現実に戻ったら私きっとあんたの隣に立ってみせるからね。I'll never stop looking for Uncle Ben's killer.